よ。ご機嫌さん。あのや、今回優勝したらクラブパラドックスが手に入るっちゅう景気のええ話みたいやから、ここで宣言するわ。俺らあかんやつらがロードトゥレジェンドでてっぺん取ったら、クラブパラドックスをあかんやつらファミリーの家みたいなとこにしよう思てんね。ま、お前らも知っての通り、あかんやつらのメンバーはもともと血縁があったわけでもなんでもない。組の存在と音楽で強く結ばれとんね。世の中には行き場のないやつ、何してええかわからんやつ、一人ぼっちで泣いとるやつ、よーけおるやろ。俺らはそういうやつらに帰ってくるホームを作ってやりたい。そこで俺らの音楽にどっぷり浸かるもよし、仲間を見つけるもよし、好きなように過ごせるところがあったら最高にご機嫌やろ。ヒップホップも世の中ももっとおもろくして全員ご機嫌に暮らせたら何にも言うことあれへんやろ。それに今度こそバシッとけじめつけて追跡組をでかくせな、親父に筋通せんからな。俺はこれをやるって決めたことは絶対やるたちや。6人目はとりあえずがっつりついてこいや。悪いようにはせえへんで。